落選した石原伸晃さんを内閣官房参与に任命？岸田総理、これはいくらなんでも不満と疑念が爆発するのではないでしょうか。はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願いします。今日は12月の5日の日曜日にこちら収録をしております。今日はブログ等々でも少し触れました。石原伸晃前衆議院議員の内閣官房参与への就任、任命についてお話をさせていただきたいと思います。こちらですね、おとといですね、ニュースが流れまして、まあ、石原伸晃さんといえば自民党の大物議員、まあ、石原派というですね、小さいながらも、派閥を率いていた派閥の領袖でありまして、元国務大臣、そして、当選10回というまさに自民党内の大物議員で、まあ一時期はね本当に幹事長でなられて、総理候補の、最有力だったわけですから、もう押しもされる大物議員でありますけども、先の衆議院選挙で東京8区、この野党共闘が、成立をした東京8区で吉田晴美さんという方に敗れてですね、大差がつきましてね、数万票差がつきましてですね、比例復活もならずに、完全落選をされたというところであります。でこの石原伸晃さんに対してですね、落選から1ヶ月としか経たないうちに、岸田内閣総理大臣が内閣官房参与という職に任命をしてですね、まあ、いわゆる税金で雇用、まあ、フルタイムじゃないにしよう、雇用してポジションを与えようという動きが出てきたわけですね。これに対して今世間からはもうかなり批判と疑念が噴出しているという状況であります。まあ、それはそうですね。石原伸晃さんはこの内閣官房参与というのはそもそもですね、どういう職業かというと、これは総理の専門アドバイザー、内閣の中に、内閣官房の中に入ってですね、参与っていうのはまあアドバイザーですから、こう総理大臣に個人的にアドバイスをするという、こういう職業でして、これは特に閣議決定とか国会承認とか全く必要がなくて、内閣総理大臣が一存で任命できると、もう一人で決められると。そしてまあ日当制で1日当たるごとに24,600円かな、まあ2万円少しの日当が出るということで、まあものすごくですね、年収1000万だとか2000万だとか、すごい多額のお金が投入されるわけではないですけども、まあ仮に毎日稼働すればですね、月々60万を超えるお給料が払われるわけですから、これ落選している議員にとってはもう食い縁としても非常に助かるし、何よりですね、内閣官房参与ってすごいじゃないですか。もう肩書きがもうまさに偉そうですが、箔がある、権威がありますし、実際これは内閣官房参与という名刺、肩書きがあればいろんな人に会える、いろんなところに入れる行けるというですね、まあ、こういうゴールデンチケットを得たことになりますから、それは石原伸晃さんにとってはこれほど美味しい話はないということであります。ただじゃあ、この石原伸晃さんが一体何の参与、何のアドバイザーなのかというと、まあ、観光立国を担当する予定ということで、まあ、国土交通またはですね、国内外から観光客を誘致する観光立国を担当する予定ということなんですけども、これ皆さん、うんって思いますよね。まあ、他の内閣官房参与ってメンバー見るとですね、デジタルの専門家とか、外交安全保障の専門家とか、まあ、いわゆるね、著作とかもちゃんとあって論文も書いている、まあ、いわゆる学者さんとか、そういう専門家の方が大半なわけですよ。そこに石原伸晃さんっていうのは、まあ、政治家ですよね。つい先日まで衆議院議員だった政治家で、観光立国に対して何かスペシャリティ、何か専門性があるのかというと、まあ、外部から少なくともそれは分からないわけですし、だからこれ本当にそれ専門家なのっていう疑問が1点。で結局落選直後1ヶ月経ったばかりの石原伸晃さんにこういう肩書を与えて、これ落選組の救済措置じゃないのという疑念も当然1点湧いてくるわけであります。まあネット上ではですね、まあ、小選挙区があって、比例復活というセーフティネットがあって、さらに内閣官房参与という第3のセーフティネットがあってですね、まあ、こんなゾンビ復活みたいなことをして、税金で雇用するなんて、まあ、民主主義を馬鹿にした話だというような怨嗟の声、まあ怒りの声まで渦巻いている状況でありまして、まあ民主主義を馬鹿にしてるとまでは言わないですけども、やっぱこれはね、当然、有権者からすればですね、あの人は政治にか、まあ、ふさわしくないと、政治に関わるのがふさわしくないということで、ノーを突きつけて落選をさせた相手がですね、またこの岸田総理の一存でですね、この政治の中心に戻ってくる、関わりに戻ってきてしまうというのは、それはなんか納得いかないところがあると思います。そしてもう一つね、この内閣官房参与の問題点は、この国会のチェックが行き届かない仕組みになっているわけですね。民主主義の制御が効かないと申しますか。内閣官房参与というのは、内閣官房参与というのは、総理大臣の、まあ、個人的なアドバイザーなんで、要は、政府の一員ではあるけども、総理のアドバイザーに過ぎないということで、国会質疑の対象外なんですね。我々野党がですね、いやじゃあこの内閣官房参与に任命された石原さんは、今日は何をしてて、どんな成果を上げてるのかということを、国会で正そうにもですね、質疑の対象に入らないので、基本的には国会に呼べない。まあ、各党が合意する参考人招致で、合意すれば呼べますけども、この参考人招致は基本でね、全会派一致が原則なんで、まあ、かなりハードルが高いんですよね。与党が反対したら呼べないということですから、石原伸晃さんには質疑ができませんから、でも民主主義のチェック、国会のチェックが働かないので、じゃあ本当この人がね、税金を、月々に、
日当、日々2万円以上のお金を払う価値がある、そういう仕事をしているのかどうか、総理が任命したのに叱るべき理由があるのかどうか、まあ、こういうことがチェックできない仕組みになってしまっていると、まあ、いうことが私は問題なんじゃないかなというふうに思っております。まあ、内閣官房参与の存在そのものは否定をしません。まあ、別にアドバイザーなんでね、別に民間の方々を呼んで時折意見交換してね、話し聞けばそれで十分じゃないかっていうとも思いますけども、まあ、内閣官房参与という肩書きを持ってですね、まあ、なんし黒子として、まあ、秘密部隊としてね、総理の手足となって動くと、まあ、そういう方、人がね、官邸の中にも、内閣官房の中にも必要だと、まあ、いうような、こともありますんでね。それは私すべてを、直ちに全否定するものではありませんし、そのすべての活動を明らかにするということは、難しいかもしれません。ただですね、やっぱ一定の説明責任、やはり税金、公金が投入されて、総理が指名して、この肩書きを与える以上ですね、一定のこのチェックが働かせる仕組みというのは、やっぱり必要だと思います。まあ、アメリカでとかですと、まあ、すべての役職というわけではないですが、まあ、重要な役職に誰か投与するときは、議会の方で公聴会と開いてですね、この厳しくですね、なぜこの人を採用したのかということを問いただしてですね、本人にもご質問する時間を設けてですね、それを国民が見てですね、この人はその役職にふさわしいかどうかというのを判断させるという、そういうチェック機能があって、まあ、こういうことを取り入れるというのも一つだと思いますし、やっぱ少なくともですね、この内閣官房参与もですね、国会質疑では対象にしてもらってですね、何か疑念点があれば我々野党、まあ、与党が聞いてもいいんですけども、私たち国会議員がチェックができる仕組みにしていただきたいというふうに私は思います。まあ、いずれにしてもこの石原伸晃さんですね。まあ、観光立国担当ということで、まあ、IR を担当するための秘密兵器なんじゃないかとも言われております。まあ、今、国土交通大臣がね、公明党さんですので、まあ、自民党の力がなかなか及ばないところにあると。まあ、そこで石原伸晃さんのような大物議員が間に入ってですね、いろんな政治的な調整事をやっていく。まあ、こういうことが期待されているんじゃないか。というのも、宇佐美のりやさんがそういう説を、先日もアベマプライムという番組で唱えておりました。うん、でもね、元国土交通大臣石原さんも、十何年前にやってたそうなんですけども、そこにもう今や専門性とか人脈があるのかどうかは未知数ですし、まあ、本来はね、その公明党との調整というのは自民党の現職議員がやるべきであってですね、まあ、やっぱこの内閣官房参与という肩書を与えたのは、落選者への、なんでしょう、処遇というか、石原さんは岸田総理を、総裁選でも応援してましたし、まあ、石原派という派閥がね、今7人まで減っちゃったのかな、まあ、かなり小さい派閥になりましたけども、まあこれを岸田さんが岸田派に、吸収するためのなんか政治的な一手、恩を売りつけてですね、その回収しようという一手ではないかとか、もういろんな説が、ね、出ております。まあ、こういう疑念がね、やっぱ出るわけですよ。まあ、こういう疑念が出るようなことをわざわざしてしまう岸田内閣総理大臣は、まあ、一言で言えばセンスがないと、私は思いますし、まあ、石原伸晃さんね、あんま国民にも人気ありませんから、甘利さんみたいな感じでね、もう人事でね、わざわざ支持率を下げるようなことを岸田さんはしなくてもいいんじゃないかなと、私は個人的には感じた次第であります。まあ、いずれにいたしましても、この石原伸晃さんを、採用したことに、石原伸晃さんを採用したことによってですね、本当にこの観光立国の政策が進むのかどうかと、まあ、いうことはしっかりと監視をしていきたいと思いますし、我々大阪では IR を推進する立場ですから、この観光立国の政策は決して他人事ではないというか、かなり最重要課題の一つでありますので、私たち日本維新の会としても国会から建設的な提案をしっかりと政府与党に対してしていきたいと考えておりますので、よろしくご指導ご鞭撻とチャンネル登録やいいねコメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。エンディングがねちょっと変わったんで、よかったら注目して最後まで見てみてください。それではまた次回、さよなら。